願いいたします。はい、どうぞ。はい、ちょっと NHK の話で、はい、画像の信憑性についてなんですが、イスラム国側からですね、発信された可能性が高いと聞いたのに、湯川氏がですね、殺害されたと見られる写真がインターネット上に配信されたわけでありますけれども、殺害をこれ断定をするにはご遺体を確認した上で確認したわけではないので、引き続きこの画像の分析、これをですね進めるとともに関連の情報収集に努めていきたいというふうに考えています。ただ現時点においてですね、殺害を否定する根拠は見出せない状況であります。 NHK の方です。彼の英語で話す男性の声は、後藤さんの可能性が高いというふうに見ています。そうした画像というもの、もうすべて含めてですね、そこは分析を進めております。後藤さんの安否なんですが、現時点で生存を確認できる確かな情報というのは日本に入ってきているんでしょうか。我が国としては当然生存をしている、そういう中で、一刻も早く解放することができるように。今全力で取り組んでいるというところであります。読売新聞の黒見です。犯行グループ側はですね、映像の中で日本政府に新たな要求をですね求めて、作ってきているんですけれども、ヨルダン側に拘束されている女性 の, テロ犯との交換を求めているわけなんですけど、これについてはどのように含めていますか。政府としてはですね、まさにこの人命第一の観点から後藤さんの早期解放に向けて、ヨルダンをはじめですね、関係各国の協力を得ながら、さまざまなチャンネルやルートを生かしてですね、全力で今尽くしているところであります。そしてまた同時にですね、テロに屈することなく国際社会におけるテロへの取り組みに積極的に貢献していくという我が国の立場は変わらないということです。関連で身代金の支払いはですね、テロを助長するという見方もあるんですけども、今回の人質の交換についてもそのテロに屈するという観点から考えるとどのように。我が国の立場はですね、今申し上げましたように人命第一の観点からヨルダンをはじめ関係国との協力を得る努力を今懸命にしています。また同時にですね、やはり、テロに屈することなく国際社会におけるテロの取り組みに貢献していくというのは我が国の立場であります。それに尽きるんだろうと思います。はい、そもそもこの画像はイスラム国によるものですか。それはさまざまな日本のですね分析機関の中で今分析確認を中であります。確認中であります。ただ先ほど申し上げましたけれども、現時点においてですね、それを否定するこの根拠は見出せないということです。先ほど足元関連するんですけれども、この女性スケーションですね、法についてはこれはイスラム国の正式な要求です。我が国としてはですね、これまだですね、今現在、事態が動いてますので、まさに人命第一の観点から、またそのテロに対しての我が国の立場というものは全く変わらない中でですね、そこは全力で挙げて、この関係、ヨルダンをはじめ関係国の了解、協力をいただきながらですね、そこはしっかり対応しているというのが今の状況であります。新聞の大島です。昨夜のですね、メッセージ動画についてなんですが、その動画の冒頭にですね、英語の字幕でこのメッセージは検事後藤翔吾の家族と日本政府に届いているというのが、それで始まっているんですけども、この事実関係について政府は何ですか。そこは承知してません。
ニコニコ生のです。よろしくお願いします。画像確認中ということではありましたけれども、その今回のことでですね、政府の方から湯川さんのご家族に連絡はされたのでしょうか。その際、政府はご家族に対してどのようなことを言われたんですか。政府側からご連絡はさせていただきました。内容については今インターネット上でそういうことが出ているということの説明させていただきました。試験高橋です。韓国側はですね、後藤さんの解放手付けに、ヨルダンで拘束されている囚人の解放を求めているわけですけども、ヨルダン政府とどういう交渉を行っているんですか。日本とヨルダンの関係というのはですね、首脳が相互訪問するなど、極めて良好な関係にあることは事実であります。そうした中にあってですね、ヨルダンをはじめ関係各国に今ですね、後藤さんの早期解放に向けて、協力をお願いしている。ただ内容についてはですね、まさにこの事態が動いている状況の中でありますから、そこは控えたいと思います。前回の映像には72時間という期限が設けられていたんですが、今回は期限ありませんでした。その出頭要求について、期限についてはどうかどうか分析されているんでしょうか。そこについてはですね、確たることを申し上げられる状況ではありませんけれども、いずれにもしてもですね、政府としては後藤さんを一日も早く解放することに向けて全力で取り組んでいるという状況であります。ロイターの方ですけれども、人質交換の件で改めてお聞きください。この人質交換というのは交渉のカードとして排除していないという意味だけでしょうか。今我が国はその人命第一の観点から総会に向けてヨルダンをはじめ関係国とですね、協力を得ながら最大限この解放に向けて全力を尽くすと。ただ同時に我が国のテロに屈することなく国際社会におけるテロの取り組みに貢献する立場は変わらないと。先ほどの映像が政府に届けられたかについて承知してないってお話でしたけれども、これ政府としてこの映像を確認されたのはいつなんでしょうか。いや、もう一度先ほどその映像の申請にその家族と政府に届けられたかどうかについて説明した承知してないという話でしたけれども、これ政府として確認されたのはいつなんでしょうか。いや、そこは全く承知してませんでした。つまり時点でしたインターネットで公開されたということです。全く承知していないということは、このメッセージはイスラム法国側からの一方的なメッセージということでしょうか。はい、そういう意味でこの動画をですね、配信される動画を見る中でですね、私どもは考えたということです。今まであったのはですね、これ極めて厳しい状況の中であって、さまざまな情報というのはありましたけれども、確たることを申し上げる状況にはなかったということです。先生、確認なんですが、その冒頭のですね、英語の字幕にあるその、後藤さんの家族と日本政府に届いているこのメッセージに関しては、イスラム側が一方的に、ここはですね、まだ事態が動いている状況でありますので、確たることは私は申し上げることはしませんけれども、ただ今までさまざまな情報はにはありましたけれども、確たることを申し上げる状況にはなかったということです。ロイターの方です。関連しまして、この画像がアップされたのをどういう経緯で気づいたんでしょうか。そこはすべて、いろんなことに対して、緊急的な問題について対応して政府として対応してますので、それで発見したと。はいはい、そういうことです。ネットに配信されたのを確認したのは昨日の何時ですか。正式には11時過ぎです。11時確か10分か20分だったんじゃないでしょうかね。確かその前後だったと思います。
はい、セカンダルスの方ですが、今ですね、テロアテロというか、そのイスラム国のグループとはですね、動画の発信、向こうから発信以外に何かコミュニケーションとか取れていることあるんですか？ありません。毎新聞の木下です。今朝の一部報道番組で出演者がですね、おそらく今日の未明だと思うんですが、政府高官から聞いたんだが、土曜日の午前5時くらいに政府はこの画像を見ていたが、内容があまり厳しかったので公開しなかったそうだというふうに発言しましたが、これに関して事実関係を伺っています。どうしたことありません。時事通信の近藤です。犯行グループ側からの要求がこれまで金銭的なものだったのが、新たに別の人質との釈放に変わったことについてどのように受け止められますか？政府としては承知してませんから、私どもの立場で述べることは控えたいと思います。はい、先ほどもちょっと話ありましたけど、改めて日本とヨルダンとの関係、また米国とヨルダンの関係について日本政府から、先ほど申し上げましたけど、日本ヨルダンというのは去年、国王が訪日されました。そして、総理今回訪問しました。そういう意味においてですね、極めて密接な関係にあるということは申し上げたいと思います。米国ヨルダンについてはこれ第三国のことでありますから、政府として発言することは控えるべきだと思います。よろしいですか？はい、ジャパンタイムという動画ではですね、グループの方が安倍総理が要求に応じなかったから殺したんだと、こういう言い方をしてますが、日本政府は交渉に応じなかったから殺したんだと、こういうことになっています。そこは全く承知していません。よろしいですか？はい、ありがとうございました。